カチャンネルのショーでーす。さあ、今回の動画なんですけど、今宇佐神宮というところにやってきております。結構パワースポットで名前が通ってるみたいですよ。とりあえず行ってみましょう。さあ、本殿のとこ手前かなまでやってきましたよ。朱色の色がとても綺麗ですね。すごい。ガチで見るとすごいよ。ちょっと本殿の自体は見せれないけど、これはすごいですね。宇佐神宮ちゃんとお願いしましたよ。そう、じゃあやっぱりここに来たらおみくじですね。開けてみましょう。開かない。お、見て。やりましたよ。大吉が出ましたよ。でもね、もうただいまより来年のことをよくよく考えて、より損なわぬよう十分の注意をしておきなさいって書いてあるから、余裕かましちゃいけないって。願い事思う通りになる、早くて吉って書いてある。いやー、いいですね。そしたらこれは木に結んで、
間かけしようと思います。いやなんか気持ちが現れた気がして、いやーよかったですね。いやこの間まで5月病なんて言ってたけど、少しなんかリラックスできたような、ちょっと体が軽くなったような気もしますね。代わりと言っちゃなんですけど、昨日の夜中だっけ、今朝に左足のふくらはぎがこむら返し起こしたところだけが今痛いです。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。